といえば、うん、実はですね、あの方と連絡が取れまして、近くのレストランに今いるらしいんですけど。あの方、はい、ちょっと会ってみます。誰よ。まあ、ちょっとそれは会ってからのお楽しみということで。意味深だなぁ。岩下さん、そこのお店にいるみたいです。あ、2階に今いると。うん、誰よ。言ったら多分分かると思うんですけど。あ、そうなの。はい、こんなに日本でいいね。今年話題になりましたね。ええー。はい。紅白出るって。紅白は出ないです、確実に。出ないの。はい、出れないでしょうね。うん、あ、これですか。ここ、あ、本当。あ、あれ。ちょっと待って。やばい。やばいってね。じいじゃない。じいって呼び方も初めて。じいだよ。お前が YouTube 映ったら、はい、チャンネルバンされるだろう。九割方。やばい。うちのチャンネルやばいよ。おいブリーフだ。ちょっとなんかかぶせろ。隠せろ。隠さないとやばいやばいやばい。江頭さん、うん、もしうちのチャンネルバンされたら、うん、もう江頭さん。食なくなりますよ。俺食なくなっちゃうよ。食いぶちが僕らも。あ、そうですね。でこれをしたらもう何を喋ってもいいってことで大丈夫ですか。そうですね。俺じゃないんで。いいいいいい。大丈夫？大丈夫です。というのは命狙われてない？命は狙われてました。そうでしょ、はい、ガチで、これはほんまガチな話で、本当に3億円の懸賞金をかけられたんですよ。いわゆる外国人のヒットマンの方を3人ぐらい飛ばされてます。だから僕ほんまにえげつないぐらいドバイ内で引っ越しをしました。もう足取りをつかまさないためにもう引っ越し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 をずっと重ねてました。ちょっと待った。はい、じゃあ今俺が、あなたを隠せば、3億円もらえる。はい、一応、まあの、ワンピースの世界ではない。懸賞金自体は外れたんで、今は賞金組じゃないです。はい、もう今は大丈夫です。はい、こっちで、どういう生活してんの。はい、あ、今、現在の生活を言うと、うん、いわゆる YouTube もバンされ、Twitter もバンされて、Instagram と TikTok しか残ってない中で、まあどうやって世の中に対して何かを発信していくことに自分の中でサロンというものを作ったんですよ。うん、でこのサロンというものが自分のサーバーで立ち上げなきゃいけなかったんですね。あ、そっか。これを言っちゃうとちょっとバンされる可能性でちょっと言わないでおきますけども、うん、まあある妨害があって、うん、ネオ東京という街をドバイに作ろうとしているので、若い子たちの留学費用を僕が負担できたらなと思ったんですよ。だからこっちに来て英語勉強したいとか。ドバイって国はいわゆる税金ないじゃないですか。じゃあどうやってこのドバイという都市を、まあ国ではないですけど成り立たしてみねやと。あ、この国は本当すごいところで回収をしてねんなと。で理にかなってるんですよね。世界中の金持ちが集まってきてるから。そんなことに対して何も思ってないんですよ。ヘトも思ってないんですよ。はい、なんかすごい真面目な話の時に申し訳ないんですけど、はい、なんか江頭さん聞いておいて、はい、なんか急に話が真面目すぎて。あのね、ちょっと言っていい？あのね、難しすぎる。嫁さんいる？あ、いないですね。いない。いない。っていうことは、どうしてんの？あ、まあまあ、とかもちろんあるんですよ。おお。こっちはそこ教えてよ。もうそんな難しい話はもうどうでもいいんですよ。俺分かんないから、頭悪いからさ。どういうことがあるの？
んの、まず一つ目、まあ、僕はね、ぶっちゃけフットドバイ来てからやってないんですよ。でもちろんもう51なんで、うん、性欲だいぶ落ちてるんですよ。変な話、57 バリ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 。その女性はそっから手を伸ばしてきてが触ってくるんですよ。このトークどっか使えない。だけど政治の話をしてた時よりも生き生きしてる。江頭さんもそうですね。そうだね。Gなんだけどめちゃくちゃ喋るんでしょ。これ多分、はい、いろんなことがうっぷん溜まってるね。もう喋り出したら止まらない。じゃああの Gはい、多分今回もほとんど使えないと思うんだけど、はい、バンされないように、はい、もう早速行くわ。はい、うまいことやってください。じゃあ行こう、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。早く行け。ほら、GがGと関わりあると思われると。これやっちゃってるよ。6年前だったら毒どんどん出してよ。6時